どうもおはようからこんばんは、とのでござる。アークナイツやっていきましょう。さて、前回投稿してからまあ早いんですけれども、前回では昇進ミニになったキャラクターっていうのがだいたい2人か3人か4人かそこら辺でしたけれども、見てください、現在の編成はこちら、もう全員昇進2になりました。あれからもね、いろいろ変えてて、でここから溢れた分も実はいます。まだね、ここら辺の、星熊さんも昇進2にしておりまして、防御力よりかは、ちょっと攻撃力に振りたいかなっていう思いもあって、ちょっと一旦外して、で、代わりに、一番最初の事前登録特典かな、で、サベイチちゃんがいるんですけれども、可愛くてね、一番最初に、惚れたっていうのかな、レムビリトンだったっけ、種族かな、あれ系なんかいいよね。で、言ったら、確かロープとかもいたような気はしますけれども、一番最初に思い入れのあるキャラクターということで、サベージも、昇進2にしました。2にすることによって、前衛ではありながら、ブロック数3まで行くんですよね。ただ、HP はそこそこあれど、防御力については、やっぱり他の、重装キャラっていうのかな、に比べるとだいぶ劣るところはあるんですよ。だから、相手の攻撃力が高かったり、で、どんどん押し切られるステージでは、ちょっと変えて、星熊さんに切り替えるっていう風にやって、ちょっと状況に応じてやってはいこうと思っています。前回では、とりあえず12人でいっぱいかなって思っていたんですが、やっぱりね、ちょっと魔が差して、サベージの方を頑張って、育てていたんですよ。ただね、今のところの編成で言うと、対空がね、弱いのよ。ドローンとかで優先して攻撃してくれるキャラクターっていうのが、今んところはそんなにはいないか。狙撃系のエクシアと、あとはアズリウスぐらいかな。そこら辺はちょっとドローン対策として置いてはいるんですが、もう一人欲しいかなと。場合によってはね、敵が減ってくれれば、どんどんね、エフィとか、あとはアーミアちゃんとか攻撃してくれると思うんですが、もう一体欲しいかなと思ってて、それでも次の夏イベがあるらしくて、PV 良かったよね。チェンさん水着いいね。ぜひともそこは購入したいところではありますが、その夏イベにおいて、補助系かな？で、対空特化の星5ぐらいのキャラクターがいるみたいなんで、ちょっとそれを取って育ててみようかなとは思います。それまでは現状のこのメンバーかな。ヘラグさんはやっぱりやめた。確かにね、早見翔さんも非常に魅力的ではございますけれども、やっぱりね、野郎はいらないんだ。みんな女の子ばっかりがいいなっていう、ちょっとドクターの欲が出てしまいまして、結局使わずに、これプラス、その補助の星号かな、ぐらいを加えたメンバーでしばらくはやっていこうと思います。一応ね、潜入とかでこれ出しておきますね。今のところ進捗については5-11まで。で、合計雇用数も93。レベルは今のところ最高がチェンの40で他は30。で、私自身のレベルは74でございます。こんな感じで頑張ってはおりまして、で、右上の作戦の進捗攻略完了というわけで、5章、ついに、突破いたしました。突破したというのかな。いや、これなんだろうね。エッチな5の1位かな。ここがすごく気になっているんですが、敵のドローン軍団と書いてあるんで、私にとっては非常に不利なんですよ。だから現状まだそこはやるつもりはなくて、一旦次の、月末の夏イベの方に突入していこうかなと思います。だからそれこそ、その、星号の補助が入ったら、ちょっとこっちの方に切り替えていこう。切り替えて、で、このエッチな5の1の方に、ちょっと行こうと思います。他については、ひとまず、強襲とかはね、今3章の途中なんですが、他の通常って言い方でいいのかな。通常については全部、こんな感じの星3っていうのかな、クリアになっています。で、今回、動画内でお送りするのは、この5の10。で、さらには、ここクリアする、5の10クリアする直前で、ずっとね、ダメだった4の10を、無事、星3で、突破いたしました。ここを、お送りしていこうと思います。大変だったよ、これ、フロストノバ。めちゃくちゃ強くてね。最初突破できたものの、星2とかだったかな。
まあそこでクリアだったんでやっぱり悔しかったんで、ぜひとも星3でクリアしたいなと思って、で昇進値レベル70とは言いますが回復とか全然追いつかねえしな。なんでやっていきましょう。いやー、夏イベ非常に楽しみだみんなの水着ね、ムービーとかの最後のアミヤちゃん可愛かったしね。そういうのもどんどん欲しいなとは思います。見た目的にはまあ、この SD キャラっていうのかな、そこは変われど、やっぱりこう昇進2のこのエフェクトとかかなあっちの方が好きなんですよね。けど昇進2にしたらこっちの方のキャラクターの見た目も変わってくれればいいのにな。とりあえずはテキサス先生にお願いしまして、でスキルも2にしております。あ、で言ったらスキル特化の方もぼちぼちやっていかないとな。いや、何人かちょいちょいねやっているんですよ。ただちゃんと特化3まではいってなくてまあそこもやらないといけないしな。でどんどん近づいてくるんだよなエクシアが頑張ってスキルによって攻撃は加えてはいます。ただここで困ったのが、一回倒すじゃん復活するでしょう。あれ何なんだろうねそういう初見殺しやめてほしいなやったかって思ったらダメでボコボコにされたんですよね。一旦は階段を取ってやってくるんで、最初の階段に到達する前に一旦第一段階は倒して、で HP が全開で復活するという。心配しないで。なかなかね、術系のダメージっていうのかな、そこを上げられるキャラって言ったら今のところナイチンゲールさんぐらいなのかな。シャイニングに関しては防御特化っていうのかな、まあそんな風にはなっておりまして、で術防御力特化、まあアーチに対する耐性か、あれがナイチンゲールなんですよね。引いたんですよナイチンゲール引いちゃってそっちの育成もしないといけないのかなと。まあでもね、好み的には回復役については今2人いまして、このバヒューマーのラナちゃんかなの方がね好みなんですよ。あ、やられた結構ねえぐいんですよ。チェンさんもね相当危ういよ。ほらやられたし。いや、スキルが発動できればよかったんですけどもね、五章ではね非常にかっこよかった一応サムネにはしておくストーリーやってるわけじゃないんですけどね、この動画内で。ほら、どんどんね味方が倒れていくんですよ。ただエフィの攻撃によってもうちょいで倒せれる。どんどんやられて、あとはもうもうここダメなんですよね。けどまあなんとか倒すことはできそうかな。ダメだな、自動操作にミスが生じました。おかしいな、これなんでだろうね。いやね、防衛突破かな、あのステージでも一回ちゃんとクリアしたのに、特にこうコストとか変わっていないのになぜか突破できないことになってしまっていた、いるんですよ。殲滅作戦か、殲滅の論面の方行って、でちゃんとね全部やっているんですよ。いや、こっちは死骸はまだですけれども、こっちやっているのにもう一回自動式やってダメなんですよ。これがなんでだろうなと、何が関係しているんだろう。例えばこうコストが増えていたりっていうのはあるよ、それで突破できないとかなんかこうエラーが生じてっていうのはあるんですけれども、なんでだろう、まあ多分ね繰り返しやることはないと思うから、まあ今回はちょっと申し訳ないんですけれども、4の10はひとまずは突破はね、ちゃんと星さんはできていますから、まあ今回はこれでご了承ください。代わりにじゃあこっち行きましょう。5の10は一発クリアで、で2回目やった時も自動式ね、ちゃんとクリアできたんで、これはね大丈夫なはず。じゃあ行きましょう。わかんないもんだね、そういうところが。なんかこう確率的な要素って関係したりするかな。出撃の許可が下りました。メフィストがヘラヘラとやってくるねクラッシャーとかもやばかったもんな。ターゲットを捕捉。
突撃。前衛とかも、前衛とか先鋒っていうのかな、まあ壁役か、壁役も2、3枚ぐらいは用意しないとダメなんですよね。で、下の方にエフィを置いて、でどんどん撃ってもらって、で自動スキルで、で範囲攻撃に切り替わるんで、そこでメフィストもどんどん攻撃してもらう。まあこんな感じには結構やっているんですけれどもね。なんでだろうね、そこがやっぱり疑問だわ、ずっと前からね。4の10を突破してから、昇進2にしたキャラクターとかはいないしな。コストもね増えてないんですよ。スキルとかも切り替えはしてないしな。まあ、要はクリアした時の条件と一緒の状態で今回お送りしているのにな。でどんどん撃ってくるんですよね。チンさん、5章で弾き返していたのに撃たれるがままだよな。しかもどんどんバリスタが増えていくという、これ壊すことってできないのかな。どんどん下の方に増えていきますよね。手こずっていると上とかにもどんどん増えていくんでしょうね。で、サベージが上の方にいるんですけれども、やっぱりね防御力面に不安なのかやられるんですよ。で代わりにリスカムに切り替えてなんとか迎撃。だって今のところは撃たれるがままですよね。このスキル本当助かる。5章ではなかなか抜けなかったけどもね。もう今私の中のチェーンはもう刀抜いてばっかりですよ。あとはナイチンゲールも使っていくかどうかだよな。いや範囲回復的にはパフューマーの上位互換だと思いますが、パフューマーのスキルによってこの範囲外においてもHP が徐々に回復するんですよ。そこもねそこそこ助かっているんで、あんまり外したくはないんですよね。まあ、そこについては好みか。アークナイツについてはマップ攻略以外は攻略サイトを見ているんですけども、マップ攻略だけは自力でやろうと思って固くなに見ていないんですよ。そこはもうドールズフロントラインと似たり寄ったりな縛りでありますけれどもね。まあ、いろんなおすすめのキャラクターはいたりしますよ。いたとしてもやっぱり自分のお気に入りのキャラクターを使ってなんとかうまく立ち回りたいんですよね。今のところはバランスよくはなっているとは思いますよ。さあ、あともうちょい。バリスタがどんどん追加される。ねえ、こっちは生きるんですけれどもね。私と対峙しようというその自信はどこから湧いて出たのだ。とまあこんな感じで頑張ってはおります。あ、なんか任務達成できた。あ、そうそう、このリストバンドもありますがね、一応 2,3 日前にはもう完走したんですよ。全然このなんだろう、季節感っていうのかな、本来あなた雪山ですよね。そんな格好して大丈夫かな、今コロナ流行っているし。というわけで、じゃあ今回はここまで。次は夏イベが始まってちょっと経ってから撮っていこうかなとは思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。